今日はまたニューカメラマンですね。声が入ってない。はい。元ジムですよね。はい。ジムのもう僕のお母さんみたいな人たちがいっぱい僕を助けてくれますので、ね、今日はなんか岡崎まで来たんだよね、確か。岡崎だったっけ。はい、はい、岡崎です。はい。なんかどうしても言いたいことがあって、はい、今日なんか作業綺麗じゃん。はい、早いやるじゃん。うん、綺麗だ。いつもね、汚い風景とかで、ね、認めなかったでしょ、みんなね。見てなかった。すみませんね。今日はなんか見たことがある。はい、ヒーロー司令工事で、司令工事です、うん、司令工事、はい、に来て、はい、テープを貼ってヒーローを充電するんですけど、テープ貼って、まあ、充電しますよね。はい、ほんでその後にテープを取るんですけど、テープ取りますよね。はい、そうそう、テープですね、ヒールもくっついて伸びてきちゃう時があるんで、テープ、紙テープを取ったら、ちょうどこういうのちょっと見せてみようか。じゃあ、はい、ここだ。こういうのを取るときにこれが白いのが引っ張ってきちゃうんだ。はい、あ、ちょっと一回じゃあやってみようか。ちなみにこれまだシーリングやって、まだ外壁塗ってないからね。この後に塗装入るんですけど、これ分かる？あ、あります、あります。これね、はい、これだね。はい、これです。先生、はい、でこれはどうしたんですか。これを直すために、はい、シンナーで。シンナー、はい、シンナー吸うもんでしょ。すいません、吸わないでください。さ、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 で、刃毛にシンナーをつけて、はい、で、こうちょっと鳴らすんですけど、刃毛にシンナーつける、はい、ここでやるの。はい、あー、取れてくね、取れてくね。取れました。え、もう分からなかった。これ見ると分かるんですよ、これどう。ん、うん、ちょっとあまり分からなかったわ。飛び出てるのがダメなんです。ちょっとじゃあそこ、さっきのこともやって、やっとこもやってね。いやー、これ分かるかな、レンズの向こうの人はな。ちょっと難しいかもしれないけど、でも確かに目で見ると全然違うね。これも、はい、まあとにかくでもこの辺を潰していくってこと。こういうのも全部やるの。全部やるの。あ、そういうこと。ちょっとやらして、あ、この一玉やってるの。これも全部、はい、これあ、かかかめ、あ、触るダメ、ダメ、触ったらどうなる。吐きの、吐きの、ちょちょちょ、お、お、すいません。すいません。いや、俺ここまでやってるとは知らなかったな。他の業者さんもやってないと思って。俺やってないし、あの、これよくあるんですけど、まあこれ聞いてる人もあると思うんですけど、やっぱ塗装の職人がまだシーリングやるって結構多いと思うんだよね。でこんだけのことももちろんやるし、メタスもいけないと思うんですけど、やっぱシールの職人がこんだけやるってことはちゃうね。ここまで手間かかると。でよくあるよね、ヒゲが出過ぎとるとか。今それ全部やってる。これをまあ今日教えたかったと。そうですね。あ、結構大変だよ。今日はじゃあシールの職人ですね。さっきもちょっと言ったんですけど、やっぱ塗装の職人がシーリングやるっていう会社も結構多いでね、本当にね。で民間、こういう民間の塗装が戸建ては本当にそう。もうあの塗装の職人が2人で2日ぐらいで終わっとるというふうにやっとるけど、もうこんだけのプロがね、言っても5年目だもんな、ね、7年目、8年目だもんね。そうですね。で、そんな人間がこう2日間こうやってやって、やっぱこんだけ手細かい、きちっとしたことやってんだよね。でやるからやっぱ2人で2日だ、大体戸建てね、はい、で終わると思いますんで、あの、まあ、お金もかかるしね、材料費もここから乗るでしょ、はい、そうするとやっぱり10万を超えてくると思うんだわ、そう、玄関でね、絶対、はい、だからもうそういうところもちょっと見ながら、あの皆さんね、あの、はい、自分の家の外壁塗装見てください。はい、また見てね。はい、はい。